アイナ1100円の200円引きで900円で買ってきましたよ。この中身はこんな感じだ。うわ、首立てるんだ。組み立ててみよう、サクッと。今組み立てようと思ったんだけどさ、これをさ、ここはめてさ、太ももにさ、これを差し込めって言うんだけど、この太ももはさ、これ傷になっちゃうじゃん、これ。ここパチンってはめたら。今ちょっとギュッてやったら、こう、ツヤツヤのこの太ももに、ちょっとなんか跡がついちゃって嫌だなと思ったんだけど、これ無理だぞ。これ、はめたくない、これ、太ももにこれ。アイナの太ももが傷についちゃう。パチンってこれ良くないやん。でもこれだけだとな、支えらんないしな。絶対倒れちゃう。うわ、倒れないか。いや、危険だな、これ。怖え。いや、無理だって、これ。どうしよう。ちょっと待って。どうしたらいいんだ、俺は。これは無理だぞ。フィギュアーズのなんか台みたいので支えた方がいいかもしんない。めっちゃよくできてんだけど。できた。下からこうやってリングはめるんだ。ちょっと今もう崩したくないから、ちょっと取らなかった、ちょっと取れなかったんだけど、このリングだけを下からこうはめていくんだ、こうやって。それでここで棒とここでガチッとはめるんだ。なるほどな。俺だけか、気づかなかったの。すっごいよくできてますね。これもプライズとは思えないくらいの、このスーツのツヤツヤがいいね。このツヤツヤ、何これ、超テカってんだけど、ほら、これ塗装がいいわ。このフィギュアツヤツヤだな。しかもスタイルがめちゃんこいいんだけど、これは角度によって似てますね。わあ、いいな、超いいな。こんな感じなんだけど、あ、いいな。これプライズ？毎回言っちゃうけど、これプライズ？ちなみにね、ガンダムのフィギュアはね、俺ララーとフォーがここにあるんだけど、わかるかな。あ、ピントが合わないですね。まあいいや、ララーとフォーがあるんだけど。3体目はアイナ。超似てるよ、角度によっては。いいね、こんな感じ。うわ、スタイルいいな、本当に。このねじれがいいね、このねじれ。どんなねじれしてんの？こんな感じ。